どうもフィールド TV 始まりました。今日のゲストは浅見晃生さんです。どうもそれ関連です。こんにちはか、あれ時間はいつなの。夜です。夜こんばんは、浅見晃生です浅見晃生さんです。この方はですね、はい、どっから紹介しよう。私の高校の先輩です。一つ上、一つ上の先輩です。見た目はちょっとあれでしょ。ちょっとですか。分かんないちょっとどうだって。いやいやいや、俺だいぶ若いとって言ったの。いやいや、そんなことは言わない。今日はなんか分かんないけど、なんで揃ってんの。だって俺たちユニットだから。あ、そうか。シンガーソングライターでもあり、はい、そして歌の先生でもある。はい、歌の先生も随分長くやってますよね。やってますね。30年ぐらい、今年で30年ぐらいかな。もうそんなにやっている。はい、もういわゆるどちらかというとプロの方を指導する、はいはい、そうですね、はい、どういう形が多かったですか。あ、そうですね、最初きっかけは自分の、 あの曲を書いた人がレコーディングの時にちょっと苦労してたんですよ、歌入れに。それでまあそのディレクションするところで結構あの手この手でアドバイスをしたことがきっかけでっていうので、だからどっちかというと現場でなるべく上手くなるように。レコーディングの現場が多かったですか。レコーディング多かった。あとコンサートの前のそういう、え、そこで どうにかしろって言われてどうにかなるものなの。なるところがまあ仕事になっていくという。ちょっと嫌な感じがしました。俺はできるぞ的な。ちょっと嫌な感じがありましたね。出身地は東京目黒。ずっと目黒。はい、そうですね。ですね。小中も目黒があった。小中目黒ですね。で、はい、で高校は新宿。一緒になって。一緒になって、はい、ということでございますね。影響を受けたアーティストはなぜあの人を書かないの。あの人はね、ファンだから。あ、ファンなんだ。そう、影響を受けたわけだね。盲目的なファン。あ、ファンであった。ただのコレクターみたいな。あ、そうです。ボブさん。ボブさんですね。はい。ディランさんですね。はい。ディラン氏とか先に言いますよね。はい、ディラン氏。これ着てるのね、やっぱりもう 水玉といえばボブディラン。あ、そうなんですか。そうそうそう。知らなかった。知らなかった。俺知らずに来ている。知らずに来てるから、もう今日ボブ様、ボブ様ブラザーズみたいな。なるほど。さまざまなアーティストの影響を受けていると思うが、楽曲の良し悪しに興味がある。そう、どっちかっていうと一人のアーティストが全部好きっていうよりも、このあのアーティストはこの曲が好きとか、そういういいとこ取りな感じです。それを美味しくいただいて自分に取り込んで、うん、生かしてきた。生かしてきたと、そういう、はい、うまくパクってきたと。いや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 、生かしてきた。生かしてきた。見に行ったコンサートで忘れられないのはすごいですね。かぐや姫の渋谷公会堂。最初に行ったコンサートだから、ね、あ、そうなん。一番最初にその自分がそうこういうジャンルの音楽初めて、当時はあれなんですよ、まだ自由席だから6時間ぐらい並んで入るわけ。それであの渋谷公会堂のとこ並んで、もうそれでも2階席になっちゃうかな。6時間ぐらい。もうブレイクしてる後ですか。ね、神田がやってたかやってなかった頃、ちょっとギリギリだね。それでもう全然自分はさ、その全然中学生ぐらいだから、そうするとあの大学生のお姉さんとかがね、はい、並んでて優しくしてくれたり。優しくしてくれた。はい、だってコンビニとかないから、お腹空かないとか、あの喉乾かないとか。すごい可愛かったんだ。まあ自分は中学生で、あのお姉さんだったんですよ。可愛い中学生だった。あ、僕が。あ、そうそう、うん、そうかな。ついなんか、それでその1曲目が雪が降る日にで、2曲目が約束ですっていうんで、まあ自分がそのもうこういう音楽でやっていきたいって、その中学校の時に思ったのは、もうこの2曲を聴いたことがもうこれで変わるっていうか、これで自分がもうそれ忘れられない。今でもこうなんていうの、そういう音とか雰囲気を覚えてますよね、やっぱり忘れられない。音楽歴をですね、うん、簡単に説明していただくと、僕は小さい時は合唱団に入ってました。それで幼稚園の年長さんから小学校ぐらいまでは、合唱団であの童謡とか子供の歌を歌ってて、で結構あの番組とかに出てたりして、 NHK の歌番組とかに出たりしました。全身タイツで。全身タイツ、全身タイツで上にあのカラスの被り物で7つの子を歌うとかね。本当真っ黒いタイツで、上に首が伸びてて、そこにカラスのくちばしがついてるんです。それは何。それを7人でやる。7つの子。なるほど。ちょっとそのままじゃないかっていう感じなんだけど、ね、そういうことやってました。20代半ばで作曲家の活動を始めて、まあその頃からボイストレーニングも始めて、で90年代に入ってミスターユニットというグループ で、ね、あの
ユニットをデビューしました。その頃だから一緒にあのジョイントライブやってたんですよね。そうですね、うん、そうですね、その頃やってて、その頃からのまあ中で、その後もなんかちょくちょくやってて、私の方が先にデビューしたんですけど、であの今度ユニットでデビュー、あなたが先にデビューしたんですか。そうなんです、私先輩ですね。気がつきませんでしたすいませんでした。デビューしてアルバムを何枚、2枚、アルバム2枚出しましたけども、なかなか、ま、売れるところまではいかず、でがしかし今解散して、うん、解散して23年ぐらい経って再結成をして、再結成してからもうアルバム2枚出しました。すごいですよ、精力的です。なんでしょうね、なんていうの、動機が早いっていうか、そう、行き急がない、行き急いでる感じ、ちょっとやばい、間に合いろいろ間に合わないことが起きるかもしれない。なるほど。で今はあとカナリア当番がありますね。はい、そのさっきの童謡のルーツをちょっと若手と一緒に2人組でやってる。これはなんかこれもアルバム2枚、これも2枚ぐらい入れました。入れましたね、はい、これはもう童謡のカバーですね。心洗われるというね。でまああと私と2人でやっている悪あがきという、はい、悪あがき、いつの間にかユニット名になってしまいました。なりましたね、なっちゃいました。まあ夏の終わりにちょっとまあこの年いい年して悪あがきでやろうみたいな感じのものをちょっと重ねていくうちにまたこう共作したり、冬もやるみたいなことで、うん、冬の最中の悪あがき、うん、やり始めて、え結構あの共作を今してるんです。そうですね、ずっと、うん、私が曲を書きしよう、そうです、そういうパターン、ずっとやってアルバムはもう1枚出して2枚目いくんでしょうか。今ちょうど今作ってるところね。お楽しみに、お楽しみにしていただきたいですが、では今回特に告知したい内容は2人で告知したいんですが、はい、2月の11日に、はい、この2人で、はい、冬の最中の悪あがきというのをやります。場所は場所はもちろん池袋フィルでございましてですね、17時会場、17時半開演で、その日に、2人のニューアルバムがですね発売できたらいいな。そうだよね、そのためには頑張んないと、頑張んない、急がなきゃ、急がない、ずっと急がなきゃ。その時はこう衣装揃えるんですか。これだからさ、すごいでしょ、このデュオ感が半端ない、ね、これどうなんだろう ね、あの、うん、なんか揃っていいのか揃って気味が悪い、そう、気味が悪いかもしれない自分でも、ね、ちょっと迷ったんですけ ど、ね、ちょっと合わせてみようかなっていう、当日のお楽しみということでございますですね、まあ、あのクリーニングのローテーションとかあるからね、そう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 いうことだから本当は、はい、そして今日は、この2人で悪あがきでですね、前に出しましたアルバムの中から引きしようという、はい、我々にとって今のところ最高傑作じゃないか、はい、自負している楽曲がございます、はい、夏の曲なんですけども、ね、まあ、大人も結構真冬に歌うよね、そう、収録的にはしょうがないですよ、あの、だって冬と夏しかやらないんだから、そうだ ね、いいんです。だから冬だろうと夏だろうと、季節感関係なく歌っちゃうんですけれども、真夏の大人の恋の歌をですね、はい、歌っていただきました、はい、来ました、引き詞を聴いていただきます、はい、本日のゲストは浅見晃生さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ダラダラしたかもしれませんけれども、これが今の僕らの山西と浅見の全てでございます。フィールド TV 毎週金曜日9時からの皆さんチャンネル登録をお願いします。浅見晃生でした。ありがとう。